清田は女性 A と不倫関係になり、 LINE が流出するとパズドラの DM で女性 A に謝罪を入れた。後にパズドラの運営元のガンホーはロッテのスポンサーになった。清田は女性 B と不倫関係があり、自身のキス画像が流出してしまった。謹慎中の夕方に近所でキャッチボールをしていると、球団から人目につかない朝か夜にやれと怒られた。謹慎後復帰に際し、イレブンスポーツのツイッターが投稿され、頭文字を縦読みするとパズドラとなり大炎上した。ロッテ入団当初の好きな言葉に、ちょっとつもおしん、継続は力なりを挙げている。